夢の続きを咲かせて。カルチャシンドローム。この番組は I&S ファクトリーの提供でお送りします。あんなママどうした。もうだいぶ前から言ってんねんけど、うん、自分声優やることを忘れないでください。え、どういうこと。結構声大きいです。それはちょっと反省してる。うん、もうスーパーで。あ、違うね、外で声でかいな、うん、あ、そうスーパーで会計終わったから高いなぁ聞こえちゃう。じゃあこそっと言うのは別に構えへんねんけど、なんかパパに言ってるつもりやねんけどな。そう俺に言ってんねんけど、まあね、これ高いなぁ。結構響いてるで、店内なんで夜のデザート買いに来たのになんで5000円とかかかってんのって言うとな、うん、それはパパに文句を言うてんの。店員さんに言ってるんちゃうねんで。そうでも店員がビクッとなってる。ビクッとなってる。本当申し訳ないなと思って。いや、この間なパパに申し訳ないなと思ったのはな、うん、パパがそのスーパーの、うん、会員カードを携帯でパパっていじって、そのカードを出すときに、スマホでやるときに一生懸命やっててんけど、カゴをな、レジに持っていこうとして、ガッと持ち上げたら重かったよ。で、うわ重っって言うたら、店員さんがめっちゃパパを睨んでてな。で、だから嫁に持たせるんか。多分旦那は携帯をずっといじってて、見てこっちも見えへんのに、嫁にこうやらせたのかって多分思ったと思うねん。ほんで、ふっと言って置いて、手伝ってくれはったよ店員さんが。それを重かったから、はい、で持ってくれてんけど、ふっと思って、あ、パパ、カードな、会員カードなって言うてめっちゃ、そうフォローしないと、カード出して言うて今それを、そうほんで誤解させてしまった。まあ、やっとるかなみたいな感じでやってくれてんけど、あかんと思って、ちょっと気をつけたなと。ショッピング関係のそういうアプリとかそのカード系のやつは全部パパやから、そうだからレジまで絶対にそう携帯いじるっていうね。携帯いじらなくてはならないんだから、ね、なるからな。たまたま間が悪くって店員さんに誤解して睨まれてしまった。なんか自分が本当にやばいなと思ったのは、この間一緒にすっごい行列にできるうどん屋さんに行ったのよ。で、外にめちゃくちゃ人が待ってて、で、私もその、もちろん待ってて、で、待つの嫌いだけど、行ったのよね。で、パパと入って、出てきて、で、スマホで登録してる、なんだかポイント、バーコード決済したんだけどね。バーコード決済した、なんかポイントがつくから、なんかポイントでなんかくじ引きみたいなのがあったのよ。あで、それで、くじ引いたら、また外れで、ずっと外れ、残念とか出てて、やってんやんか。ここのとこ当たりがなくて。そう、当たりがなくって、ほんで、出てきて、その店を出て、そのお客さんもみんな並んでるところで、たまたまそのタイミング悪く、もう外ればっかりやなって言うてもうてやんか。ほんだら店員のお客さんとかがみんな、えっていう感じでざわざわしてたら、それまでこの店外れ今まで何するってそのメニュー表とかみんなからやってた人がみんなお産連れとかいっぱいおるのにさ、わやわやしてたのにみんなが一瞬シーンとなって、9時な9時外れてばっかりやなって、もういつも普通にめっちゃ声大きくしてちょっとなもうなんかほんまにもう普通の感じの会話で、結構人気のうどん屋さんでね、普通に出てきて、美味しかった、もちろん美味しくって出てきたけど、9時で外れた前から普通に外ればっかりやなって言ってしまったら、みんなが一瞬シーンとしたから、もうパパも焦って9時2人で9時になって誤解しちゃうからもうほんとなあかんと思って、声が大きいな、家の感覚で喋ったらあかんなと思ってな。ちょっと常になんで俺がフォローせなあかんのか、常にフォローしないと。この時はめっちゃちょっと焦ったタイミングがすごいですね。そうタイミングが悪すぎてな、ちょっとな、だから通る声なんだからさ、いや自分の中では普通に家で喋ってる感覚で喋ってるからさ、分かれへんねんけどさ、なんかたまたまそういう時だけなんかシーンとするというか、車の中でもうちょっと声潜みようや。
車の中で2人でずっと移動したりするやん。なでものすごくママ興奮していけたらもうわわわわわと叫ぶから耳痛いね。知らんかった。それは言うてよ、うん、いやでもそれ言うたらママもなんかあええわ、じゃあ黙るわとかって怒るやん。あすねちゃうそうな、黙るな、うん、黙るなせっかく企業を喋ってんのにさ。いや基本さ、私ほら車の中でゲームとかなかなかできるやんか、うん、で暇やん。でずっと歌を歌ってるけどさずっとずっと延々歌を歌ってるけどさ、なんかやっぱり会話せなと思うやん。めっちゃせんねん。私運転しいたいねん。いやいやいや、あそうな、うん、そうたまりな、うん、私が喋りかけると、喋ってると、そう筋間違えてしまった。そうそうそう、道間違えたとかよ。お前が喋ってくるから道間違えたって。え、私のせいなの？そのお前のせいやろ。喋ったくらいで道間違える？間違えるんじゃん。間違えるの？集中的に。運転したことないから分からへんねんけど。間違えるもん、運転したことある？いやでもまあまあ運転って結構集中しますからね。そうだよ、まあまあ集中してないと危ないですしね。そうですかね。でも一緒にか何してるから曲聴きながら一緒に歌ってる時は一緒に歌ってんねんで。まあまあまあママちゃんとハモってくれ。歌ってね。車の中でずっとハモって歌ってんねん、一緒に歌ってんねん。で、とふと思い出して、あ、そういえばパパさーとかって喋りかけたら、喋りかけんなって言われて、なんで今路線変更してるとこや。待て、ちょっと待てとか言う。そう。ほんでなとかって言ったらな、うんうんって、うわー、キーを喋ってたら、あ、こっちが間違えたとか言うねん。出口間違えた。えぇーって言う。そう、なんで過去2、3度あるよ、出口、高速の出口間違えたんです。間違えた。あー、でも大変。高速それは大変だ。そう。あれはな、ナビがな、嘘ついてることがあるからな。ナビが嘘ついてる。私のせいじゃない。昔のナビはすごかったもんな。一度皇居に突っ込んだことあったもん。本当に昔のナビはひどかったよね。大変。あれでも結構高いナビだったんだけどな。でも今はね、うん、まあ車買い替えるたびにナビは新しく新調してるからいいんだけどね。時々なんか変な方向に進んだけど、雨の日とかね、曇りの日とか、なんかその電波のあれとかありますよね。携帯も GPS、 曇りの日だったら悪いとかありますよね。皆さん、カルチャス一条和也でございます。カルチャスひとみです。カルチャス立花亮です。マガびっくりしちゃった。カルチャス時田真子です。カルチャス菊谷真央です。カルチャス渋谷空です。カルチャシンドロームシャープ317 、4月10日水曜日配信予定分でございます。ということで、まあいろいろと、はい、ネタがいっぱいあれ、うん、ありがとうございます。ネタはないです。オープニングって僕名前言うんだっけってちょっと頭でこんがらがって。あ、俺もね、構成台本読みながらね、あら、そうだったっけ。そうね、あれと思って。あ、俺かみたいな。ローディングが、ローディングやった。ローディングがでもね、あのね、さっき声大きいって話あったじゃないですか。でもね、たまにその一条さんとひとみさんと同じ電車で帰るときがあったりするときに、一条さんがよくねえな、吹き替えな、俺も吹き替えやりたいわ、吹き替えってどうやったら仕事くんのみたいなのを電車で通る声で言うから、僕はもうあの聞いてないふりするっていう。これが本当、これはもう言うことにしてる。無視じゃないですか。難しいところで、ね、役者あるあるなんだよね、うん、役者同士で固まって一緒に帰りとか電車に乗ると、うん、みんな仕事の話をしだすのよ。でこっちは相手しないといけないから喋るけど、めっちゃドキドキしてる。周り聞いてるっていう。横いるもん。そう昔イベントをやった時、ライブイベントやった時に、はい、女の子たちのイベントやった時に、やっぱり帰りに電車に乗ってくる、一緒に乗ってくる人とかいるから、やっぱりあんまりね、大きな声で喋れないんだけど、みんなやっぱり興奮してるから、みんなが喋っちゃうのよ。そうで、まあ、それから、あ、そう、電車ダメだなって言って、お店入ろうかって言って、お店入ってもやっぱみんな声でかいから、お店もそう、やっぱり役者みんな声がでかいから。そう、
昔はね、90年代の頃はね、毎年年に 1,2 回、業界関係者の大きな、食事会というかパーティーが催されていたんですよ。まだいろいろとそのお金がねよく回っていた時代があって、その当時は数百人規模 の、 でっかい業界人だけのパーティーというのが催されていたんですよ。まあ会費がとんでもなく高くってねまだデビューしたての俺らからするとちょっと参加しにくいなっていう感じの、そんなパーティーだったんですけども、でもまあ顔見せというか業界の方と何か接触できるんじゃないかなっていう淡い期待を持って新人たちはそういうところにね行って、でまたその先輩に紹介をしていただいたりとか、そういうのがあったりして、営業の一環として行ったことがあるんですけども、その帰りがそうでしたね。電車の地下鉄とか電車の中とか、あと二次会に行ったりとかってね、すごかったですね。周り声優たちばっかりだったんで、まあ声でっかいのなんもった。店とかはね、貸し切りとかなればね、あれだけどね。で、二次会行くやつっつって、やっぱ当時酒好きのレジェンドの方がいらっしゃったので、その方主催というか主導で行くぞうおーみたいな感じで、グループの中に入れない自分がすごく悔しかった記憶がありますね。なかなか入れないですよ、その先輩たちの輪の中には。だから何かしらきっかけが欲しくって、その当時は動いていました。若い人たちはね、みんなだからお店を探しに行くのにね。ママはちょっとそういうのが苦手なんで、事務所の新年会くらいかな、行くとしたら。行かないね。意外とね、そのアニメとか吹き替えとかの打ち上げとかも居酒屋でやったりするけれども、貸し切りじゃなかったりするから、そのね、結構まあ聞き耳立てれば内容も聞こえるようだろうなっていう感じありますよね。昔はね、よくその洋画の吹き替えの方なんですけど、あの当時ってまだデジタルに移行して間もない時代だったので、収録ってすごい時間かかったんですよ。だから2時間ぐらいの大作ものになってくると、朝10時に始まって、夜7時ぐらいまでかかるっていうのがあったんですよ。もうお昼時間も1時間とか1時間半わざわざ撮って、とにかく英気を養いつつ、みんなで最後までやっていこうっていう感じで、まあ、その当時やっぱり酒好きのレジェンドの方がいらっしゃって、朝10時だっていうのに下っ端を使ってテンコ取るんですよ、参加の参加の鍵を、全員出演者全員にあなたは参加しますかしませんかみたいな感じ で参加しませんって言ったら、なぜだお前とかで怒られるんですよ。いや仕事なんですよ、仕事はそんなもんブチしろ俺だからすごいすごい圧がすごかった、もうパワハラですよ完全に今はできないな、でも30年前当時はそれがごくごく当たり前の感じでね、2時間ぐらいの その対策の洋画の吹き替え作業って言ったら、もう本当丸一日仕事だったので、みんなで最後まで結束してやるぞみたいな感じで、終わったらその飲みに行くぞって飲みに行ったら、そこからお説教が始まるんですよ。お前のあそこの芝居はなみたいな感じになるんですよ。それは大丈夫なんですか？ああもう完全貸し切りですから。だってその配給会社、まあそういうところがお金ちゃんと出しますし、ある程度出して、ありますんでね。まあ、今の自分たちからしたらちょっと羨ましさもありますけどね。羨ましが反面恐ろしかったです。そんな時代もありましたとさ、ということでカルチャーシンドローム始まります。カルチャーシンドロームドラマ CD 第3弾は、学校を舞台にしたホラーもの。同窓会で昔の教え子たちと再会し、取り壊し寸前の旧校舎を探検することになった小学校教師が一緒に
閉じ込められてしまう。ダメだ、開けない。そんなはずは。何か不思議な力が作用してるのかな。どっちにしても俺たち学校に閉じ込められたってことね。やはり幽霊の仕業なのでしょうか。そして次々と起こる怪現象。なんで県外だったはずなのに。まだ県外のままだぜ。鳴ってるのは私の携帯だ。でもこんな着信音に設定してないのに。鏡に血文字が。血文字なんてどこにもないよ。ユリも見たのか。うん、私も見てないの。何かが歩いてくる。あれって人体模型。果たして彼らは無事に学校から脱出できるのだろうか。カルチャシンドロームドラマ CD 第3弾ずっと一緒だよ。6月19日イベント会場で先行販売開始。お楽しみに。カルチャシンドローム。改めまして皆さん、カルチャス一条和也でございます。はい、カルチャスひとみです。カルチャス立花亮です。カルチャス時田真子です。カルチャス菊谷真央です。カルチャス渋谷空です。今もう休憩中の話が、うん、僕今最後の方を普通に収録していると思って話し始めた、うん、もうそれぐらい。あの個人名とか出てきたからダメだよ。そうそうそう。ちょっと面白すぎたな。結構ピー入っちゃう、ね、いや、いや、なんで毎回カルチャってさ、はい、あの休憩中がおもろいめちゃくちゃ面白いですね。盛り上がっちゃう。好きなこと言えるからだよね。だから好きなこと言ってるし、個人名とか守秘義務違反のことを全部言ってるし。今、まあ、休憩中に話してたのは告知とかは気をつけようねって話なんですけど、まあ、僕これ聞いた話ですけれども、うん、あのね、本当に気をつけなきゃいけないことって、うん、やっぱりナレーションとかで、うん、あのそこにいるディレクターさん、うん、その、うん、と会話したりして、うん、これって告知しても大丈夫なんですか、うん、みたいなことを聞いて、うん、あ、全然大丈夫ですよ、うん、告知しちゃってくださいって言われたから、うん、はいはい、その番組とか出して、うん、あ、何日のナレーションを担当してますんでよろしくお願いしますってこう、うん、あのツイートしたら、うん、まあ、以前 の、 あの、ね、うん、あのツイッターの時の、うん、ツイートしたら、うん、クライアント会社から、うん、何やってんすかみたいな、うんうんうん、いや、ダメですよみたいな、うん、なって、何あの役も下ろされちゃったみたいなことがあるらしい、うん、あったらしい、うん、というのはあるので、ディレクターの責任なのに、そうそうなんですよ、ディレクターの責任なのにな、みたいなことも軽い気持ちで OKOK って言っちゃったんでしょうね。そう、だそういうこともあるみたいなんで、あのね、そうそう、確認取った方がいい、トラップですけどね、もう本当にそれはでも気をつけていただきたい。ちなみにそのおじゃる丸の方はですね、あのそういうことも過去あの何例かあったんです、はい、あ、なのであの NHK の E テレの方からしっかりと、うんうん、その旨あの通達がちゃんと事前に事務所に来て、うんうん、何月何日、何話が公開されますけども、うん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 、それを言ってもいいのは何月何日の何 何時何分から解禁ですみたいな、そういうのを全部あの一覧にして送られるようになってます。それありがたいですね、うん、もう全部そうしてほしい、うん、僕ね、クライアント会社からもうちゃんと書面でやってくれたら本当にありがたいですね、うん、はい、ということでですね、始めていきたいと思います。その前に、はい、4月11日は一条和也さんの誕生日でございます。本当だ、イエーイ、あのね、分かってたことだと思いますけども、明日から、そうね、あのおめでとうございますということで、はい、プレゼントがあるわ、あります、あります、あります。でもね、お、ん？封が溶けている。ひどい、ひどい、リボンが取れてる、僕の。リボン取れてる。いやー、もうりょうくんやなー。これすごいひどい、まあ、このまま渡そう。
開ける手間が省けましたね。そうパパね、スーンとしてるけどね、めっちゃ内心喜んでるからね、これ。ニコニコだ。案外ちょっと、案外ちょっとテリアさんなんだね。ちょっと許したって、許したって、許したって、許したってね。あ、入浴料です。そうです。炭酸の入浴、それなんかね、あの有名なやつ、うん、名前忘れた。有名なやつ。なんだっけ、なんか有名なクナイプ。そうそう、クナイプ。聞いたことある。クナイプっていうところの入浴料でございます。中炭酸ナトリウムだって。もうね、一条さんに何をプレゼントしようかって思った時に、もう思いつかなかった。もう分からんと思って、もう上げすぎた、ね、そう上げすぎた、そうだね、トミさんにも上げすぎた、新しい iPad でいいよ。高すぎる、僕がまず欲しいのに。ありがとうございます。ママ、はい、ゲーム機欲しい、ゲーム機欲しい。お前もういらんだろ。一体何台持ってんだ。かわいい。スマホとかでしょ、もう欲しい。スマホ欲しいな。アンドロイドとかあげる。そうそう、片落ちのスマホでいい。僕だって欲しいわ。片落ちでもいいよ。じゃあ私たち3人からもあるメッセージがあります。すごい、別々ですごいな。そうなんだ。え、ひとみさん、ひとみさんって別々でもらいました、みんなから。ひとみさんの時は一緒にまとめてと、私すごい、 いいんです。で、え、みんなからの愛、違うです、愛の塊ですよ。ありがとうございます。あ、予定が合わなくて一緒に買いに行けなかったので、あの別々で買いに行きました。あ、なるほどね。愛は一緒です。いや、違いますよ、本当に。愛の大きさは一緒です。ちょっとあの時田最後だとちょっと怖いね。ほうじ茶、ティーバッグ、ティーバッグ、ほうじ茶だ。はい、ありがとうございます。いい、ね、いいお茶です。うん、やっぱりパパお茶でね、足コーヒーだったからね、美味しいと思います。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、あ、2点も、すごい、時田ちゃんは2点、はい、おお、なんかでっかい、お盆みたいに見える。お盆です。あ、本当だ、お盆だ。ああ、木製のトレーだ。滑りづらい。あ、いい、あ、なるほど、いいですね。あ、滑りづらいのがお盆、滑りづらいお盆、滑りづらいお盆です。ありがとうね。これちょうど欲しかったとこだった。え、本当ですか。やった。そう、ちょうどね、あの我が家でね、うん、あの、うん、料理するときに、まあ、手持ちでね、あの、あ、俺の部屋に持ってきて、あの、夫婦二人で食うんだけど、本当か。ちょうど欲しいなと思ってたとこだったんですよ。あ、どうですか、よかった。めっちゃ嬉しいです。何往復もせなあかんからさ、そうそう、両手で持つと、はいはい、確かにね、はい、もうなんか重たそうですね。すごい重いです。あの、なんだろう、開けさせていただきます。なんか瓶詰めだ、うっすら見えはするんですけど、瓶詰めっぽいです。はい、時田ちゃんからの2つ目の、はい、すごいな、瓶らしいんだけど、なんじゃこれ。エバラキムチ鍋の素。すごいな、やっぱこれだなって思って。なるほどね。面白い。ちゃんと袋詰めというかプレゼントを、お高いんですよ、ラッピングされてますね。ポッと浮かんだのが、ラッピングされてんだ。これもラッピングさせて、本当にこの瓶のやつだから。ちょっと待って、これパパがもらって作るの私やからな。私やからな。鍋の担当はママなんですよ。アレンジもしていただければ。そうか、ありがとうございます。早速、いや嬉しい、作りたいと思います。いやー、なんか、あー、よかったです。ママ今晩キムチ鍋やで。僕がひとみさんにあのね、あのスルメイカプレゼントするみたいな感じで。そうそうそう、ね、スルメイカ自分で食べるからいいんだよね。そう、幸せでいいけどね。ずっとおっしゃってたので、渋谷ちゃん、渋谷ちゃんから。好きなんですよ。いやー、よかった、トレーもありがとうございます。とんでもないですよ、よかった。すごい、なんか机の上がすごい、ね、すごい、確かに机の上が。渋谷ちゃんからもあの、いただきました。渋谷ちゃんなんかサイン会の会場みたいな。確かに。開けさせていただきます。はい、重さ、差し入れがすごい。もうすごいよ、差し入れが。ここだ、いっぱいいっぱい。担当マネージャーが入られてくれた。なんじゃろ、なんか逆かもしれないです。黒い箱だ。すごい。なんだろう、職人醤油っていう。そうなんです。お醤油です。お、すごい。お醤油5点セット。かっこいい。なんかいろんな場面で使える醤油が売ってて。透明醤油。あ、知ってるそれ。すごい。すごい。すご
すごい、めっちゃ高級感ある、すごい、うん、珍しいですよね。高級感じゃなくて高いんですよこれ、うん、すごいよね。透明醤油はね、あの色を崩さずに料理を盛り付けられたりとか、そうできるっていうことでね、結構シェフの方と、ね、そう色を変えずにね、お醤油を入れるとどうしてもその醤油 の黒い色がつくじゃないですか、うん、そうね、この透明醤油はつかないんですよ、うん、だから野菜の本来の色合いを楽しむことができるっていうので、うんうん、これお醤油屋さん の、ね、あのタブーとされてきたものだったんですなんか独自製法とかでなんか、ね、その色を抜いて、ね、なんかやってるみたいですよね。僕もそれホームページチェックしたことある。一度使ってみたいと思ってたのよ、うん、およかった。あと、いろいろとなんか醤油種類があるすごい、何種類、4種類ぐらいあるの。4種類、すごいな。だし醤油、薄口醤油、たまり醤油、しょっつるまでありますね。あ、すごい、しょっつる、名前しか知らないけど名前しかわからない。しょっつるって、しょっつるってなん、しょっつるってなんすか。白だまりっていうのも聞く、あ、なんかすごい綺麗な色ね、なんか、うん、ちょっと黄土色した色合いのものですね。市田さんもひとみさんも料理されるから、お二人とも、うん、ね、うん、いつもの料理も醤油が違ったらね、鮮やかに、うん、ちょっと色々味わいがこう変わるかもしれない。黒でないのに熟成させましたって書いてますね。しかもその結構な量全部ありますね。そう全然その使い切れなさそう、僕からしたら。小瓶だけど結構ね。うん、あ、でもね、うち本当醤油めっちゃ使うから。あ、そうですね。そうね、全然あれですね。皆さんどうもありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。それぞれがすぐにでも使いたいものです。本当私の明日の目玉焼きが美味しくなりそう。使うの。目玉焼きはソースだ。醤油でしょ。醤油でしょ。あ、じゃあこの白透明醤油。どんな感じやろな。透明醤油。ドキドキするな。内容は、ね、あの醤油と全く変わらないって、ね、噂。いやすごいな、ね。一度やってみたいと思ってた。目玉焼きの色を変えずに食べられますよ。いやいや。家帰っていろいろと料理したいと思います。はい。そしてなんと誕生日を迎えられた一条さんに、はい、カルチャとは付き合いの長い関宮の、うん、ポンさんとカピコさんからお祝いのメッセージが届いているということなので、お聞きください。どうぞ。カルチャーを聞きの皆さん、カルチャーす、サンブーのボーカルカピコです。ギターのポンです。どうも。いやね、一条さんもとうとう還暦ですか。まだだよ、ね、あ、まあ、還暦のある還暦のね、本当おめでとうございます。誕生日だから まだ、ね、一条さん怒ってるよきっと。いや、これバレてる。本当はね、僕ウィキペディア拝見させていただきましたが58歳、はい、そういうことでね、もう、はい、もう間近なのにね、いつも元気で若々しく変わらないよね、一条さん。出会った時からもう何も変わっていない。何も変わらない、声もなんか顔もなんかこう人となりも、ね、おそらく、ね、変わりました。あの奥様のひとみさんがね、ボケまくってて、はい、それを突っ込みまくってるから吹けないんじゃないかなという気がしてます。それはあると思います。なるほど、間違いない、うん、間違いないと思います。いや、本当あのひとみさんとの距離感も出会った時から変わってないから、本当にいい夫婦なんだなって思いますよね。うん、本当にいい夫婦。11月22日らのね、デビューの日が来るたびに一条さん、美、うん、さんのことを思い出す今日この頃、はい、じゃないですか、全然今日この頃じゃない日になるとね、思い出してます、はい、ね、なんか一条さん58歳で、はい、僕が実はもう今年還暦なので、うん、一条さんが2つ若いんですよ。これがね、うん、信じられなくて、俺は。どういう意味なんだよ。やっぱりね、安定感というか、安心感があって、すごく落ち着いた貫禄があり、俺なんかもうひょいしてるので、でもお父さんなんじゃないかなっていうぐらい、いいじゃん、そっちの子供っぽくて。しているというか、なんというか。本当、一条さんのがポンに比べて、こう、懐の深さがある感じが。いや、本当ですよ、本当ですよ、ね、で今回このコメントをさせていただくにあたって、はい、一条さんのことを知ろうかなと思ってウィキペディア初めて見てみたんですけども、今頃、はい、気になるのはね、はあ、和孝という
名前なんです。本名、はい、公にされてるんだと思うんですけども、はいはい、僕、高、うん、のタカが、僕の本名の高信のタカと同じ感じなんですよ。うん、ああ、親不孝ね。これ恥ずかしい、言うの恥ずかしくて、いつも親不孝の孝って俺は。バカ者、親不孝の孝して、つづたかの数がね、うちの弟、和之っていうんですけど、数が一緒なんですよね。うん、で、時代の、その感じだったんじゃないかなと思ったりすると、うん、人気のあるね、感じとかあるもんね、って言われて。ね。いや、でも本当にね、こう、一条さん、ひとみさんとは、もう、長らく、こう、近く、うん、もう本当近い距離でお付き合いさせてもらってるから、そうですね。なんかもう、本当親戚気分。親戚の集まりがあったらぜひ親戚になっちゃった、ね、いたいなっていう。一応さんなんかあの、はい、今あの講演とかされてるんですよね。そうなんですよ。なんか朗読劇とか、はい、朗読ミュージカルっていうのもそうなんです、あの、はい、ありますよね、はい、2本多分並行して準備されてるだと思うんだけど、うん、体の方は大丈夫かな。あ、この間風邪ひいた。もう本当に還暦ですからね、もう。まだミュージカルの方は歌も歌うんだよね。まだ還暦じゃないよって言ってくれないとダメですよ。ごめん、ツッコミが相変わらずできなくてね。はいはい、もう公演中ですかね。まだこれから公演に始まるみたいなね。はい、4月の後半と5月と、なんか2つあって、はい、私たちも都合がつけば見に行きたいね。ぜひぜひお願いいたします。逆にね、うちのライブなんかもね、都合合えば見に来ていただけたら嬉しいなと思う、はい、次第でございます。はい、ですね。なんか引き続き近いところで行き来しながらお付き合いしていただけたら嬉しいです。はい、ラジオの方にもまたぜひお邪魔したいなと思うので、呼んでください。はい。まあ、とりあえず、はい、とりあえずかい。そうだ、今日はこのお祝いのメッセージなのに。誕生日ですからね。一応さんもね、はい、相変わらずお元気そうなんですけれども、やっぱり体にはくれぐれも注意されて、はい、そして、はい、皆さん仲間と一緒にね、楽しく、ラジオやったり、演劇やったり、はい、いろいろね、うん、もちろん本業のね、はい、あの、声優の仕事とかね、はい、ガンガン突き進んでいただければ嬉しいなと思っております。ね、お誕生日の4月11日はカッツの日だっていうことでね、ね、なんかカッツポーズの日だから、なんかこう、お誕生日メッセージにはぴったりな、ガッツの湧いてくる。あとなんか1メートルとかメートルが決まった日みたいなのもあるみたいですけどね。うんうん、もう僕の世界はメートルっていうと、お酒飲んだ後にはメートル上がっちゃったよみたいな。知らないそれ。知らないですかね。知らない。酔っ払ったあの単位としてメートル上がっちゃったよっていうのは、多分一条さん知ってんじゃないかなと思うんですけどね。そうなんだ。メートル上がるって言ってきて。ね、じゃあメートル上がりすぎないようにお酒も楽しんでください。ありがとうございます。はい、一条さんまたお酒行きましょうね。はい、行きましょうね。ね、会えるの楽しみにしてます。はい、お元気でー、おめでとうございます。お元気でー、おめでとうございます。カルチャー、はい、どうもありがとうございました。はい、相変わらずね、ドタバタな感じの、うん、いやもう本当にポンさんの方が年齢が上というのは信じられないぐらいポンさんもお若いですよね。そう、あの人本当にね、あのいい意味でガキ。それがね、ものすごく純粋にガキンチョなんですよ。あれがね、やっぱりあの人気の秘訣なんだろうなって思う。年の重ね方されてますよね。そう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 、僕はああいう風にはなれないな。まあ、ね、一条さんもその懐が深いってね、たくさんに言われてましたけどね、物はいいようだなというふうに思いますね。後で控室で覚えとけよ。そのじゃあね、還暦を迎えた一条さん、まだだっつって誕生日を迎えられての抱負とか、抱負とかなんかあります？今年どうしようみたいなね。とりあえずね、うん、その2024年であれやりたいこれやりたいっていうのは、うん、もうあのこの5月ぐらいでもう大体あの終わりました。早いな、うん、やりたいなっていうのは大体終わりました。いい ね、なのであの5月以降、6月以降ですね、うん、6月以降さあ何しようかなって今考えてるところで、ね、あ、まあ、あのできれば新作とかにいろいろ出たいなと思うんですけども、あ、はい、あのもう夏以降 の、うん、あの新作はもう収録終わってしまってるんで、あら、ま、何かあの皆さんのお耳にあの届くような作品には出てはいるんですけれども、うん、はい、やっぱりその声優としての本業の方が本当忙しく知りたいななんて思っております次第でございます。あとはステージはもうほどほどにします。
正直しんどい。あ、そうなんだ。いや、お客さんの前でね、歌ったり踊ったりその喋ったりするのは非常に嬉しいんだけど、うん、神経がね、あ、続かないというか、何本も何本も受けるからよ。いや、うん、だって断る術が何から、一月ごとにあるとかだったらいいんだけど、うん、同時期に一緒に受けて、うん、稽古何本も同時進行するから大変。そうなんですよ。それなんかやればないと。まあ、でも今回のキャロルとかはね、去年があれだったからみたいな、まあ そ, うね、そういう重なりとかもあったりするから、ね、あれはあるかもしれないですけどね、うん、はい、ということで、はい、一条さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。以上でいいですかね。はい。ということで、今回はね、お便り紹介できなかったんですけれども、次回、メールテーマの、いただいたお便りも読んでいきたいと思います。ではカルチャシンドローム、続いてはこちらのコーナーです。カルチャシンドローム。彼女たちが声優にならないと絶対に言うことがない言葉。あんたのパンチなんて私には止まって見えるわ。私たちは世界で一番の声優になりたいのだ。わー、イエーイ。柔らかいプリンなら硬いプリン、時田真子です。硬いプリンと柔らかいプリンなら硬いプリン、菊谷真央です。硬いプリンと柔らかいプリンなら柔らかいプリン、渋谷空です。おお、空ちゃん一人が柔らかいプリンだ。ちょっとこれはなぜですか。いいですか、はい、私硬いプリンをこの前食べたんですよ、はい、お、で、うーん、今まで硬いプリンを食べた記憶がなかったので、はいはいはい、どんなものか忘れていて、うん、ちょっと食べてみたら忘れるほど食べてみたら、あ、こんな感じなんだって、柔らかいプリンを今まで食べてたので、なんか切るときに思ったより硬いな、サクッと切れて、あ、こんな感じなんだって思って、ほうほう、食べたときに柔らかいプリンにはないなんか、うん、なんだろう、うん、プクプクした感じというか、わかりますかね。わかるよ、うん、そう、プクプクした感じ、まあ、ツルツルしてるけど硬いのも、うん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 、なんかちょっと、うん、個体味があるからかな。そうですね、なんか柔らかいプリンとは違った食感だったんですよ、うんうん、だから、うんうんうん、それを食べた時に、あ、やっぱり柔らかいプリンだなと、プリンは、うん、私は思いました。なるほど、はい、なるほどね。2人は、そうだな、時田は、はい、いや、ぶっちゃけどっちもね、うん、もうプリン自体が好きだから、うんうん、どっちも好きなんだけど、うんうん、なんだろう、最近やっぱ柔らかい方が流行ってた時期もあったけど、はいはい、なんだかんだ硬い、まあ、昭和の時代から作られた、はい、レトロなやつとか、そう、レトロなプリンがやっぱ好きで、はい、固めのプリンね、やっぱね、味が濃いって感じるんだよね。わかります。わかる、そうなんですか。わかる、わかる、わかりますよ。味濃いなって思って、うんうんうん、はいはい、だから好き、うん、どっちも好きだけど、うん、硬い方が、うんうん、プリン感が強い、卵感が強いっていうの、わかります。あ、卵感が濃厚ですよね、結構感じるかな。真央ちゃんも、そう、菊谷も、うん、なんだろう、それこそちっちゃい時は、うん、よくスーパーとかのプッチンプリンを食べてたから、うん、柔らかいじゃないですか、プッチンプリン、うん、そう、だからこれがプリンだって思って食べてたけど、うん、なんだろう、やっぱりいろんな今カフェとか行ったり、うん、なんかプリン屋さん行った時に硬い方が多いなって思って、うん、で、なんだろう、硬い方が食べ応えがある。まあ、多分まこさんと一緒で、そう、なんか濃厚凝縮されてる感もあるし、まあ、硬いっていうのもあって、うん、お腹がたまるから好き。そういうことか。そう、食べたっていう気になるから、満足感が違う、食べた感が欲しいんだ。なるほど、そう、そんな感じかな。はい。プリンは美味しい、はい、はい、美味しい、食べたい、固いプリン、はい、さて、はい、このコーナーは月ごとに MC を交代しておりますが、今月は私、時田真子が仕切ります。はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、このコーナーは
声優もラジオも経験の浅い私たち3人が世界で一番の声優を目指して世界一声優を目指して、うん、いろんなことに挑戦していくコーナーです、はい、世界一声優世界一声優、はい、略してね、はい、はい、今回はこちらをお送りいたします。妄想食レポ、目の前にない料理を美味しそうに紹介しよう。おー、難しい。出た、はい、出ました出ました。声の表現力が問われる声優の世界です。はい、はい、特にそうですね、特にラジオの場合はその場の状況や感情、そして目の前にあるものをね、うん、こうリスナーの皆さんに分かりやすく伝えなければいけません。はい、はい、見えてないからラジオなんで。今回は、はい、料理が目の前に運ばれてきたという設定で、その料理がどんな見た目でどんな食感でどんなに美味しいのか、料理の魅力を伝える妄想食レポに挑戦したいと思います。はい、はい、やってきました、こういう企画楽しみ。いや、まおちゃんや怖いよ、私はもう楽しみそうな。いや、もうでもね、むしゃぶるいがすごいもん怖い。あ、むしゃぶるいってあれか、興奮してんのか、うん、だからすごいワクワクしてる。すごい楽しみだ、まおちゃんのハードル上げないで、ハードル上げないでお願いだからむしゃぶるいしてるからね。むしゃぶるいしてます、震えちゃってます今いや、このね、そうですね、実はですね、この食レポ、はい、いやもうね、食べて感想言えばいいんでしょみたいなね、簡単そうに思えますがね、はい、うん、声のトーンとか表現力、うん、そして言葉選びのセンス、はい、さらにはリアクションの大きさや可愛さなどラジオパーソナリティに必須で必要なスキルが詰まっているようですよ、はい、そうですね、語彙力とか、そうですね、大丈夫かな、語彙力、うん、怖いな、怖いな、うん、まあでも大丈夫でしょう。いやー、はい、どうかなまあ大丈夫でしょう、うん、あんま気負わず言ってみよう、うん、まあね、みんなそれぞれこう発表終わりましたら、はい、最後に誰の食レポが一番美味しそうで食べたくなったのか、はい、スタッフの皆さんに判定してもらいたいと思いますので、ご協力お願いします。お願いします。そして頑張って我々は挑戦いたしましょう。はい、頑張りましょう。食レポ王になるぞ。おー、なるぞおー、よし頑張ろう。緊張で体が震えますが、まおちゃんはむしゃぶりをしていますが、はい、大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、頑張ります。はい、それではまずは渋谷そらちゃんから挑戦してもらいましょう。はい、いいですか。頑張ります。頑張りましょう。頑張れ、期待してるよ、はい挑戦してもらう料理はチーズインハンバーグ、チーズインハンバーグ、チーズインハンバーグですよね。チーズインハンバーグ、チーズインハンバーグです、うん、変なもの食べさせないでください。え、大丈夫です、ちゃんと料理したのを出しますね、はい、はいはい、お願いしますチーズインハンバーグね、はい、はい、大丈夫ですか、うん、美味しいよね、いけますか、はい、頑張ります。大丈夫でしょうか。はい、頑張ります、はい、いきます。それでは挑戦スタート。お待たせしました、ご注文のチーズインハンバーグです。わー、ありがとうございます。いえいえかわいい店員さんからいただきました、ありがとうございます、はい、こちらの大丈夫ですか、こちらのチーズインハンバーグデミグラスで注文しました。それでは早速かけていきたいと思います。うわー、もう美味しそう、どうしよう、美味しそう、はい、ではいただきたいと思います。もう熱々で切ってないのに湯気がすごいですね。いただいていきたいと思います。うわー、もうチーズがすごいとろけてます。美味しそう、もう肉汁もとってもすごいです。早速いただいていきたいと思います。いただきます。うん、このデミグラスとチーズの相性がすっごい抜群です。お肉も肉肉しくてとっても美味しいです。うん、美味しい、もう一口、うーん、美味しい。これはあんまり玉ねぎとか使ってないので肉肉しさが直で伝わってきますね。もうこの匂いだけでご飯10杯いけます。美味しい。気づいたらあと一口いただきます。うーん美味しかったまた食べたいです
皆さんもぜひ食べてみてください。渋谷空でした。よくやったよくやった、そらちゃん。そらちゃんが真っ赤な顔で意外と難しいですこれ。真っ赤な顔でねフィニッシュしましたけど、はい、できると思ってたらなんか意外と難しい。うまくなかったですか。でも本当ですか。うまかったよ。ところどころ笑っちゃったけどね。面白かったけど、めっちゃ美味しい。わあ、なんか意外と何も考えないで食べてるんだなっていうのを実感しました。そうだよね。そうだよね。だってこんなこと言わないなって思いながら、なんだったっけって思っちゃいます。なんかシーズンハンバーグってどんな感じだっけとか思っちゃって、難しい、うん、意外と。うん、ちゃんと玉ねぎあんま使ってないから肉肉しいとかね、なんか付け加えてて、はい、すごい、なんていうか、うまい絞りましたって思いました。あ、お腹痛い。まあでもこれを聞いて、二、うん、人はもっと上を行くでしょう。やばいってもうそんな、ね。楽しみだー。やめてよ、すごい本当に。よし。めっちゃ笑ってね、はい、お前どうなんだって話ですね、うん、そうですよ、はい、真央ちゃんも楽しみだな。いやすごい、やばいな。頑張りますよ。でも、うん、はい、はい、準備のほど、はい、次よろしいですかね。はい、はい、次は菊谷ですね。はい、続いてね、はい、真央ちゃんに挑戦してもらいましょう。よし、はい、頑張ります、はい、挑戦してもらう料理はエビチリです。お、はい、食べたことありますか。はい、何度か、はい、何度か、何度かあります。なんか数少ない記憶を頼りに、はい、たどって頑張っていきます。はい、うん、それではよろしいですかね。はい、はい、大丈夫です、はい、それではいきます、はいはい、挑戦スタート。お待たせしました、ご注文のエビチリです。 ありがとうございます、はい、うわー、エビチリすごくもう美味しそうです。まずあのエビが結構でかい大きくてあのもう光ってます。エビがピカピカでは食べていきたいと思います。いただきます。うんうん、うん、うまあのですね、エビの甘みとあのチリソースの甘辛い感じがもうベストマッチ。もう本当にあのこれぞ黄金比ってぐらい完璧な配合です。配分。もう一つ食べてみます。もうエビがすごく新鮮でもう口の中でちょっと踊ってます。うん、すごいすごいです。もうここのエビチリは世の中で一番です。はい、あー美味しかった。じゃあ皆さんもぜひ食べてみてください。菊谷真央でした、はい、いやもうダメなんだって本当に。もうやばい、やばい、もう語彙力ないんだってね。今の聞いて思ったでしょ、そらちゃんめっちゃうまいって。あー、すいません、確かに思ったな。菊谷に食レポさせたらやばいです。はい、もう落ちます。やばい、エビがでかい。もうダメです、もうそのお店が、うん、あのダメになっちゃう。やばい。もうこんな面白いんですね、旗から見てたら。面白いね、本人焦ってるけど。すごい、うん、うんです。あの黒歴史ですね。はい、すごい黒歴史です。これは探ってましたね、はい、文章。いやもう難しい、本当にうまくなりたい、食レポうまくなりたいよ、本当に頑張ります。練習ね、ちょっとずつできていけたらいいね。はい、じゃあ今日あのご飯食べるときにエビちゃん、あの収録終わりご飯食べに行くんで私たち3人その時に修行します。はい、頑張りましょう。みんな目を光らせてお、はい、私たちに教えてください、はい、私に誰か。はい、それでは最後まこさんですね。はい、そうですね、オチ私ですね。うわー、なんかこんな楽しみ、ね、あー、どうしよう。どうですか、見てて私たちの。なんか急に自信なくなる。私のせいで。いや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 、いけるんじゃないですか、ね、自信はね、うん、うーんって感じだったけど、はいはい、さらになくなっちゃった、ね、すいません、まあね、ちょっと不安なところもあるけど、はい、やってみようかな。はい、まあ先輩なんでね。お、うん、うん、何が何でも、はい、
やっと泣けるでしょう。やってくれますよね。はい、はい、あ、緊張して体が震えておりますが、美味しく食レポしてくれますよ。はい、はい、はい、まあ、頑張ります。行きましょう。ではでは、はい、今日の大トリ、はい、まこさんに挑戦してもらいましょう。はい、挑戦してもらう料理は海鮮丼です。はい、海鮮丼、はい、美味しいですよね。美味しいですよね。はい、うん、ではでは、大丈夫ですか。はい、は大丈夫です。はい、では挑戦スタート。お待たせいたしました、チョコストロベリーパフェでございます。いや、海鮮丼じゃないんかいということで、はい、こちらね、失礼いたしました、隣の宝石の方でした、ごめんなさい。そうですね、こちらが、すいませんでした、はい、やばいやばいやばい、新しいものをお持ちいたしまして、はい、ありがとうございます。お待たせいたしました、はい、ご注文の海鮮丼でございます。はい、ありがとうございます。うわ、皆さん見てください、この具材の量。ですね、こちらは20種類の海鮮丼っていう名前のメニューでございます。その名の通り、20種類もネタがね、酢飯の上に大きい丼の中で入っております。それでは早速食べていきたいと思いますよ。いただきます。おいしいです。これですね、今朝取れたお魚みたいなんですよ。お刺身の新鮮さがすっごく伝わります。油も乗っていてツヤツヤなんですけど、食べてもすごく喉に美味しい油がくるんです。こちらね、定番のマグロ、サーモン、タイ、イクラはもちろんなんですけれども、旬のね、時期によってウニとか伊勢エビもラインナップに載っているみたいなんですよ。今はちょっと 時期が違うみたいなので、その旬のね、ネタ食べられないんですけれども、皆さんもね、旬によって違うメニューがあるので、ぜひこうお店にね、お越しいただいて、ぜひ食べていただければと思います。醤油と酢飯とお刺身、このいい丼です。皆さんぜひ食べてみてください。はい、あ、お待たせいたしました。こちら、はい、お茶漬けにしても美味しいので、こちらの出汁もいただきますね。 ありがとうございます。おすすめいただいたので、出汁茶漬けにして食べていきたいと思います。タイ以外で初めて食べます。いただきます。うん、出汁美味しいですね、これ。いやー、出汁もおすすめですよ。ちょっとね、料金かかるってちょっと小耳に挟んだので、50円くらいかなみたいなので、ちょっとね、気になる方はおすすめですよ、これ。いや、本当に美味しいです。ありがとうございます。もしよろしければこちらのわさびなんかも。あ、わさびはちょっとすみません、ちょっと。本当ですか。食べられなくて。でも本当に辛くないんで、一回食べてみてください。あ、本当ですか、ありがとうございます。いただきます。やっぱダメですね。はい、わさび食べられる皆さんはね、本当に本当に、おすすめ、食べられる方はおすすめいたします。時とは無理でした。はい、はい、本当に美味しいので、わさびありなし、だしありなし、ぜひどのパターンでもおすすめできますので、皆様ぜひ食べてみてください。はい、以上、時たまこがお伝えいたしました。うわー、すごい、やばい、準備してたののプラス10行ぐらい来たな。はい、もうすごいんじゃないですか。すごいな、素晴らしい、まこさん、やっぱ素晴らしいです。すごい、なんかもう情報がすごかった。もう結果出たんじゃないですか。なんか、本当ですか。まさか出汁とわさびが来ると思わない。そうね。でも、はいはい、すごい、20種類のね、20種類も入ってる海鮮丼。しかも詳しく、いや、なんかね、じゃあなんか教えてくれて、でも、うん、思ったよりも2人ともなんか考えてなかったんだなってちょっと思ったのよ。え、そうですよ。でも私は、いや、もう考えたらなんか読んでる感になるかなとか思って、私は、まあ、確かに確かに、これ言い訳タイムですよ、すごい。いや、まあ確かにそう、私もね、リアルな反応をしたかった、ありえるからだけど、うん、語彙力がなさすぎて、何も言えない。そう、語彙力がなさすぎて、まこさんがすごい全然できなかったけど、よかった。まこさんね、大変だったね、すごい。
びっくりしたね。そらちゃんのアドリブのせいで。いや、なんか振り回されてました。なんか、うん、なんかね、一番生き生きしてたね。さすがです。出し進めてきてね。びっくりした。さすがそらちゃん。さすがです、本当に。うん、さすがまこさん。はい。はいはい。これで。まあ、3人終わりましたけど。終わりましたね。はい。はい、それじゃあ。うん、終わりましたので、はいはい、スタッフの皆さんに、誰の食レポが一番美味しそうに聞こえたのか、判定していただきたいと思います。どうかな。本当にまこさんは情報がすごかった。もう情報量決まりました。これ準備はいかがでしょう。いや、みんな頭抱えてるよ。もうマジ誰にしようかなって感じですよね、本当に。あ、やばいやばい。よろしいですか、心の、はい、でも心は決まりましたか。それでは、うんうん、その心、うん、その心決まりましたか。はい、ということで、かな、それでは、うん、挙手制でお願いいたします。はい、じゃあ順番にいきます。そらちゃんが良かったと思う方、挙手を。お、お二人、お二人、お、お、さすが、嬉しい。まだまだ分かんないよ。まだまだ分かんないからね。まだ分かんないですよ、うん、まだ分かんないよ。はい、それじゃあその2番手、まおちゃんが良かったと思う人。お、一人、一名いらした。一人いらっしゃいました。いらっしゃいました。私の味方。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。ラスト、私、時田が良かったと思う方。お、ありがとうございます。そうですよね、一人。そうですね。ということで、はい、こちらで。じゃあ、ましたびっくり。一番手のそらちゃんが、はい、第1位ということで。じゃあ、嬉しい。食レポもね、ちょっと今後、はい、教えて、ご飯行った時にはちょっと期待しようかなと思ってますね。ああ、教えてもらいましょう。あら、あらあら。どこをポイントにしたみたいなのちょっと聞きますかね。え、ちょっと聞いてみたいんですけど、なんで私に票を入れてくださったのかをちょっと。確かに。あ、一番前の立花さんに。立花さんを上げてくださったので、くださってました。はい、3人のうちだったら。あ、消去法。消去法でした。消されてこれだったみたいな感じですかね。消去法で。それもっともっと美味しく伝えられるように。もっとね、うん、頑張ります。もっと磨きをね、うん、もっとレベルアップしよう。、はい、みんなで。そうですね、まあ、ちょっとこの中だったらっていう、まあ、皆さんからしたらどんぐりの背比べだったということで。はい、もっと頑張ります。はい、どんぐりの背比べで、はい、今回はね、はい、争っていたのかと。はい、今回はそらちゃんが優勝いたしましたが、はい、まあ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 、1センチ1ミリの戦いだということで、はい、はい、まあ、これからももっと ね、 もうね、声優として表現力を磨いてまた挑戦していきたいと思いますよ。はい、はい、頑張りますよ。頑張っていきましょ う、 しょう。はい、頑張ろう。はい、ということで。はい、今回はここでお別れです。このコーナーのお相手は、時田真子と菊谷真央と渋谷空でした。またね。彼女たちが声優にならないと絶対に言うことがない言葉。とうとう出たわね、宇宙海賊。私たち宇宙刑事がお相手するわ。カルチャシンドローム。カルチャシンドローム。この番組は I&S ファクトリーの提供でお送りしています。ママ特製の煮込みハンバーグが食べたいです。パパです。え？煮込みハンバーグいつか作りたいです。ママです。寿司、立花です。サーモン、時田真子です。え、塩タン、菊谷真央です。ハマチ、渋谷空です。おお、なんで寿司ネタになってんの。全然わかんないけど。ハマチはあれだね、どのあたりが美味しいの。どのあたりが。うん、どのあたりが部位ってことですか。ハマチが なぜ好きなのか、どういうところが、なぜ食べたいのかが詳しく、うん、説明して。ハマチは私、うん、前までサーモンが好きだったんですけど、そう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 、なんですけど、うん、サーモンよりもさっぱりとしていて、うん、さっぱり、うん、まあまあまあ確かにね。で、なんか、うん、
果物、柚子とかが合うじゃないですか。柚子とか塩とかが合うじゃないですか。それでなんか、後味がさっぱりしていて、なるほど、なんか2、3個もっといけるなっていう。臭みがないってことか。そうです、臭みがなくて食べやすい感じです。あれどこだったっけ、愛媛か、四国の方だったっけ、柚子かなんか柑橘を食わせたハマチ。え、そんなあるんですか。絶対食えないじゃん、ね、じゃあ俺柚子がそうかタイかどっちかだったと思うんですけどそれはいけるかもしれないよ、ね、なるほど、そこから好きになるかもしれない。そうそうそう、そんなあるんですね、面白いですね。でもなんか食べさせるもので、そうですね、柑橘をなんか食べさせて、うん、その臭みをなんか抜いて養殖するっていうさ、タイだったかな、タイかハマチかどっちかだったと思うんですけど、ね、なんかその食べさせるものでっていうので僕なんか知ってるのは、うん、ウニに、あの、なんだ、キャベツ、そうです、そう、キャベツ食べさせると、なんか身がすごい甘くなって、しかも細かった身もあのふっくらして美味しく食べられるようになるみたいな、そういうのをね、なんかあれ、ないもんだからね、すごい、あれはっきりとなんかあの解明されてないらしくて、そうなんですね、あのたまたま食わせてみたら、あの大きくあの身、我々が食べる部分のあのオレンジのところ、あれ卵巣って言うんですけど、あそこをあの食えるようになったんですって、ね、その水槽の中でウニがキャベツ食べてるのを見るとちょっとね、可愛いというか面白いですよ。昆布とか可愛い、昆布食べても可愛いでしょ、可愛い、全然違うものを食わせたんだもんね、面白いですよね、食べるものによってそんな風になるんだね。だってウニにはないものだね、葉野菜だしね、何食べるんだね、よく食べますね、すごいね、はい、さあそれではですね、告知のある方よろしくお願いいたします。はい、はい、橘です、YouTube レゴチャンネルにてレゴ忍者号ドラゴンライジング編シーズン2がようやく配信開始となりました。俺出てたっけ、わかんないです、あのとりあえず1話にはあのウー先生の亡霊的な感じのやつが映ってましたけど、あれ喋ってなかったかもしれないですね、うーわーとかって言ったんですよ、わからないようにやってくれと言われてねえ、ウーでやったらすぐバレるから、ね、うん、違う感じでやってくれ、じゃあ俺でなくてもいいんじゃないとか言ってるかな今さっきさ、あのだからね、配信の告知のやつがね、あのおじゃる丸は NHK さんがみたいなこと言うじゃないですか、言ってたじゃないですか、僕はもうね、昨日僕はこの YouTube でレゴのチャンネルをたまたまチェックしてたら、その配信が始まってて、始まっとるやんと思って、始まっとるやんと思って始まってたらいいよ、ね、確かにアニメとかもそうだけど、いつから放送とか連絡来ないもんね、うん、そうなんですよ、そう始まっとるやんと思ってね、そうそう、あるある、それだから、まあ、皆さんもね、ぜひあのチェックしてみてください。新シーズンなどでございまして、ね、出番終わってるとかあるから ね、はい、ね、そう悲しい、いつの間にかね、あの喋ってないけどいつの間にかもう殺されてるとかね、そうありますよね、まあ、レゴの話じゃないですけどね、消えてる、あ、そういうのもあったりしますので、はい、よろしくお願いします。はい、それでは一条の方からの、お知らせなんですけども、アニメーションの方です。ザ・ファブル殺さない殺し屋っていうやつがありましてですね、これがアニメ化されておりまして、もう放送されてるのかな、私はですね、バーのマスターやってます。だからちょっと、なんていうのかな、お笑い担当ちょっとあの一服できるようなそういうシーンに私出ています。あとですね、仮面ライダーガッチャード毎週日曜日、放送中でございます。まあ、あの仮面ライダーがバイクに乗ったら俺が叫んでます。そしておじゃる丸の第27期が4月から始まっております。でちょっとあのいろいろと未だに、おじゃる丸の中のおじゃる源氏っていう、サブタイトルのシリーズがあるんですけども、未だにちょっと誤解をなさってらっしゃる方がいますので、もう一度申し上げます。X の方でも言ったんですけども、おじゃる源氏はおじゃる丸ではございません。
おじゃる源氏はおじゃる丸の、家庭教師を担当している赤紫式部というそういうキャラクターがいまして、そいつが千年前の、妖精界、平安京で、書き記した小説です。その小説をそのまんまドラマ化した劇中劇になります。しかもファンタジーの劇中劇です。なので赤紫式部が勝手に考えたおじゃる丸とか青べとか他の、おかめ姫とかというキャラクターが美形男女で出てくるという完全なおじゃる丸とは違うアナザーストーリーになっておりますので、おじゃる丸ってなんか方向転換したのとかイメチェンしたのとか、なんか未だにそういうのを X で書かれて反応なさっている方いらっしゃいますけども、全全違いますので、おじゃる丸はおじゃる丸でございます。なので、おじゃる源氏の中でちょこちょことおじゃる部が出てきますので、あれが現実だと思ってください。よろしくお願いいたします。さあそれからですね、ステージの方のお話をしていきたいと思います。今月4月ですね、4月の27、8、9 と、第9回、トライディアの第9回公演チェイサーゲームボリューム3というものが、JR 王子駅前のホクトピア王子ドームホールにて、行われます。本公演の方が27、8、9なんですけれども、前日の26日、アンダー公演と称しまして、プロになる、なりたい またはその、新人の方々をかき集めて、やる公演がございます。こちらの方も私出ておりまして、私は4月26日と29日の2日間、出演する予定でございます。第9回シネマティックリーディング公演チェイサーゲームボリューム3、チェイサーゲームというのはですね、簡単に内容を申し上げますと、サイバーコネクト2という実在のそのゲーム会社の、で働く人たちを描いた漫画です。実際の人間というかモチーフとなる人間はいるんですけれども、サイバーコネクト2の中でこういう事件がありましたというのをいろいろとフィクションを織り交ぜて作られた漫画を、パソコンというかコンピューターに取り込みまして、それを巨大投影して、そこにプロの声優たちが声を当てて生演奏、そして、音響も、リアルタイムで、そこで、披露 しながら、我々と一緒にせーのどんで、披露していく、公演していくというそういう催しになっております。で、ちょっとそこでプチ情報なんですけども、村田さんっていう音楽担当の方がいらっしゃるんですけども、できれば会場と同時に、入ることをお勧めいたします。なぜかと言いますと、その村田さんがずっとそのドームホールに常備されているグランドピアノを弾いておられます。もう完全にもう聞き放題になってます。公演が始まるまでの、30分強ずっと、村田さんの生演奏を聞くことができますので、開演ギリギリに来ずに会場と同時に入ることをお勧めいたします。さあ続きましてですね、松良木丸のお話でございます。5月18日と19日、武蔵野芸能劇場におきまして、昨年10月に、惜しくも公演中止と なってしまいました松良木丸の、公演、キャロルギャングスター&ダウンタウンプリンセスのリベンジ公演が決定しております。5月の18日と19日でございます。私は、ギャングの、若頭というか、それを、演じております。歌います、踊ります、叫びます、助けてくれ。今月から稽古中でございまして、体中痛くなります。頑張りますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。私一条和也の
トライディアも含めまして一条和也の専用チケット の, あ の, 本あのページがございますので X の方をご覧になってみてください。はい、以上でございます。はい、それではですね、カルチャーシンドロームからのお知らせよろしくお願いいたします。はい、この番組ではカルチャーメンバーへの質問やお便り、毎月募集しているメールテーマなど送ってください。メールアドレスはカルチャー1013 @.com、 小文字で KARUCHA、 そして数字で1013、カルチャー1013 @.gmail.com です。おはがきは郵便番号 112-0012、 東京都文京区大塚 4-41-7、 I&S ファクトリーカルチャシンドロームの係までお願いします。そして公式 X もあります。@カルチャアンダーバーメイ、出演者やスタッフがつぶやきますのでぜひフォローしてください。そして私たち3人からさらにお知らせがございます。何でしょう。はい、新アシスタント3人の X が絶賛稼働中です。お、はい、アカウント名は新私たちは世界で一番の声優になりたいのだ@カルチャアンダーバー MMS です。3人で毎日投稿を目標にポストしています。私たちの日常とか好きなことをね、いろいろ発信しておりますので、はい、皆様ぜひフォローお願いいたします。せーの、よろしくお願いします。さて、そろそろお別れのお時間となりましたけれども、はい、来月5月のメールテーマ、はい、すいませんでした、あのディレクターさん全然考えていませんでした、そこでひねり出しました来月のメールテーマなんですけれども、まあ、5月と言いますと、もうあの、まあ、子供の日とかゴールデンウィークとかってもう使い古してしまいましたので、はい、久しぶりにですね、ちょっと気が早いんですけれども、あなたの好きなアイスを教えてください。うん、5月となるともうポカポカどころじゃなくて結構暑くなってんじゃないのかなと思われますんでね、冷たいものがあの欲しくなるんで、そんな季節じゃないでしょうか。あなたのおすすめのアイス、ご当地アイス、または、ご褒美アイス、いいんじゃないですか。例えばのサーティワンとかね、行ってみたいですね。久しぶりにそのサーティワンのそのアイスケーキかな、ああいうのちょっと食ってみたいかな。いろいろ大きさあるんでしょ。ね、もうあるでもちょっとそういうのをたまにはね奮発して、私はなんかパックにやってるやつがいいな、なんかパック10個ぐらい、ああいいですね、はいはいはい、いいですね、あれ、うん、いいですよね、あれもいろんなやつをね、いい値段するよね、あ、そういう感じのね、はいはいはい、ね、はい、我が家はですね、近場にあるあのお肉屋さん、食べ放題系のお肉屋さんなんですけど、そこにあのアイスジェラートのコーナーがありまして、ジェラートもあの食い放題なんですよ。わ、あれ十何種類あるんだよね、結構凝ってて、あれだけでもあの食い応えというかその、あのお願いする意味あるかな。絶対制覇できないよね。無理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 。十何種類あって、いろいろその個性のあるジェラートがあって、で、まあ大変なのがいちいちあのお姉さん呼ばなくちゃいけないんですけどね。お姉さんがちゃんとあの一つ一つ綺麗にあの盛り付けて、どうぞって言ったから、だからホイホイホイとね、あの持っていくことはできないんですけどね。でもお姉さんが綺麗にあのデコレーションしていただいてしてますんで、制覇したかったら何回も来てね。そうそうね。種類がすごいっすよ。なかなか、まあ、たまに言ってるんですけどもね、そんなお話とかもあのぜひぜひあのお聞かせくださいという、メールテーマはあなたの好きなアイス、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、そろそろお別れのお時間でございます。ですね、うん、そんな感じ。何まだね、事務所の方にもねお願いしてるんですけど、まだあの、OK いただいてない情報があるんですよ。あ、なるほどね、まあ、いろいろね、近々の話なんですけども、まあ、あの先にも言いました通り、その許可をもらわないうちは、ほいほいと言えないなって。でもね、多分ね来月にはね俺もう出てるはずなんだよね。なるほどね、多分、だから次回言っちゃおうかな。ほらほらほら、バカ野郎。
今私が事後報告でも見逃し配信とかあったりしますから。いや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 ちゃんとちゃんとしないと。そうね、いつの間にか出ててもね、まあ、見逃し配信あるから見てね、そうサブスクとかね、前はねそのまま見ないといけなかったけど、そう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 ね、素晴らしいね、本当ね。はい、ということでございます。次回はですね、カルチャーシンドロームはですね4月の24日水曜日を予定しておりますので、はい、また次回よろしくお願いいたします。ということでございまして、カルチャーシンドローム、シャープ317、4月10日水曜日配信予定分は以上でございます。お相手は一条和也と北見とチョコモナカジャンボが好きな橘亮と知覚過敏によりアイスそこまで一気に食べられません時田真子と、モナカの場合板チョコが中に入ってる方が好き菊谷真央と、板チョコアイスが大好き渋谷空でした。それでは皆さんせーのチャオー。それ来月や、あずきばーやろ。カルチャーシンドローム、この番組は I&S ファクトリーの提供でお送りしました。